中国の違法マッサージ店とは知らず、普通のマッサージだと思って来た。田舎ヤンキー。コロンコロン。よいしょねー。すいません。マッサージお願いします。なんでなんで。お客様、待ち伏せになってください。腰が痛いのと足がちょっと張っているので、そこは重点的にちょっとやってもらえますか。はい。じゃあ、行きまーす。あ、そうです、そうです。腰、あ、そうです、そうです。気持ちいいっすね。そう、足の裏とか気持ちいいっす。はい。お客様、仰向けになってください。じゃあ、仰向けになります。ちょっと、お願いします。はい。そうそう。皆さん、乳首舐めるのはマッサージじゃないでしょ。はい。それ違いますって。それは求めてないんで、気持ちよかったけど。ごめんなさいね。そうそうそう、足の裏とか、そうそう、気持ちいいっす。そうそう、あとちょっと太ももとかちょっとやってもらっていいですかね。はい。そうです。あ、そうそうそう、もうそう、ちゃんとやってくれればうまいじゃないですか。大丈夫にゃます。はい、いえいえ。お客様、日本茶店でお願いします。ズボンですか。ああ、わかりました。はい。そんないいもの持ってないですからね。どうぞ。こう風俗店じゃないんで、マッサージ店なんですから。そんな、ペロペロしないで。気持ちよかったけど。ちょっとやめてくださいね。はい。もういい加減にしろって。怒るで、いい加減にしろって。何回もやったら、ほんま、やめにしてくれや。そんなんしてくれ言うてんやろ。怒るで。